カトリ神社は東京都江東区亀井戸の神社。通称は亀井戸カトリ神社。本殿御祭神は共通出身である。日本書紀によれば武功の神とされている。665年創建。藤原鎌足が東国下校の際、この亀の島の地に船を寄せて立ち一振りを収め、カトリ神宮から分霊を勘定した美の安泰を祈り、 新徳を仰ぎ立て祀ったのが起源である。天行年間、藤原秀里が当社で、平野正門討伐の戦勝祈願をし、成就したことから弓矢を奉納し、勝也と命名した。このような経緯から、歴代天皇をはじめ、源、頼朝や徳川家康などの武将、武道家の熱い数形を受け、武道修行の人々に祖神として崇められた。近年では、宮司が祭神を、 スポーツ振興の神とし、安慶列、スーパー J チャンネルで紹介されてからスポーツ関係の参拝者が急増。知名度を高め各地から参拝客を集めるようになった。藤原秀里の勝也の故事にちなむ祭り。当日は武者行列があり、平安時代の鎧兜の装束や陣馬織、神下などを身にまとった、う子、地元小学生の古敵隊等が参加する。 無者行列が亀井戸の町を約2キロメートルを練り歩く。沿道などの人では約10万人に上る。亀井戸地区の小学校、中学校等で収穫された亀井戸大根を奉納する収穫祭。亀井戸大根は江戸末期のに栽培が始まり、当社周辺が栽培の中心地となっていた。周囲の宅地化が進み産地が移ったが、 亀井戸大根を復活させようという活動が起こり、亀井戸地区の各小学校の校庭で栽培されることになった。亀井戸大根を奉納する祭りが福分け祭りとして始められて着境内には亀井戸大根の栽培の発祥を記念した石文が1999年に建てられた。倉前橋通りに鳥居がある。参道は亀井戸香取商運商店街になっている。 ありがとうございます。